兄大たちよ、今日は、聖なる教会が私たちに改めて、先齢者ヨハンネとその使命を示してくださいます。彼が、花婿の友です。で、花婿の友が、えー、その結婚のために、 え、花婿を準備する、そして導く、えー、の、使命を果たさなければならない。先列者ヨハネはこの使命を果たしました。つまり、主イエスクリストを、メシアを、私たちの花婿であるクリストを、私たちと結婚するために、 Sono uh, Senrei Mi Sono ,彼が,彼が, senrei O Sazzucheta Cristo Che Con meni Tammini Senrei O Che Nacchere Nara Nacchetta Fusci Ghi Nacchotto Desche Lo So Des Sumari Care Ga Care Ga Senrei Sia 私たちの状態まで入ることができました。すべての人と違う。と違って、私たちの本当の状態まで降りてくださる。入ることができます。そして、そちらには私たちの罪を取り除き、そして私たちを救う。私たちには彼の命をそちらに持ってくる。彼の勝利、彼の礼を 私たちに与えます。でも私たちの中に、私たちの状態に沈められないと、私たちの状態まで入らないと、クリストがメシアとして私たちを救うことはできない。で、先霊者ヨハンネはこの使命を果たした。つまり、クリストが私たちの状態まで入ることができる。 ための洗礼を授けたつまり、教会が私たちにクリストを与えます。クリストを準備すると言いましょうか。クリストが、私たちが、えー、クリストが私たちと一体となるためには、教会がクリストに私たちの状態を与え、そして、クリストを私たちの状態に えー、入れるというか、与えるというか、沈めるというか、これは秘跡によって、教会、つまり、聖ネッシャヨハンネが、復帰を通して、秘跡を通して、私たちの状態にクリストを入れる、クリストを私たちと一体となるために準備する、えー、導く、うーす、えー、まあ、 これは、ね、あの、イゼロの時、イゼロの民では、クリストの、えー、の時代の時には、花婿の友達が、この使命を果たさなければならなかった。で、先例者ヨハンネは、この使命を果たしてくださった。私たちはこれを経験するでしょう。 いろんな詐欺の中,の中では、えー、御見言葉を、与えるときには、教会が、クリストご自身を私たちのところまで導いてくださる、連れてくださる、多く、多く、彼の霊を私たちに与えます。神ご自身が、自分の霊、つまりクリストと同じ霊を私たちに、教会を通して与える。 クリスマスの流れでは、この古典説の間には、私たちはそれを何回も何回も目標し,し,しました。目想しました。目想しました。兄弟たちよ教会は素晴らしい。なんと恵まれたである。私たちはなんと、 何と恵まれているものであるかを、この古坦節の間には、ちょっとだけでも理解することができます。教会に加えられて、教会に迎えられて、そして、クリストと出会うことができる。クリストが、私たちの状態まで、教会の中で、 入ることができます。降りることができます。で、不思議に、クリストと一体となると、私たちも、えー、ヨルダン川はつまり、私たちの状態から出ることができます。で、クリストと一体となった時には、クリストと共に復活した時には、許された時には、新たに、ま、作られた時には、創造された時には、天から神は私たちに、 クリストに言った言葉を改めて語る。これはあなた、あなたの息子、あなたの兄弟、あなたの主人、あなたの奥さん、あなた、私、神の子です。神の身胸を果たす者、神の身心を叶える者、神の身胸に従って生きる者、神の子。それは洗礼者ヨハンネの 使命を通して実現されますごめんね、ちょっと、あの、最初に難しかったけど、分かったでしょう。教会が私たちにこの使命を果たす。クリストを私たちまで導く。クリストを示す。クリストを導く。クリストを準備する。そして私たちも準備する。会心の言葉を通して私たちも準備をする。クリストと私たちを その結婚のために、洗礼者ヨハンネは準備してくださる。教会。教徒体は私たちを導く。私たちを準備する。そしてクリストも私たちまで導いてくださる。連れてくださる。そして教会の中では、教会の中では、祭疑の雰囲気で、祈りの中で、秘跡を見預かった時には、この結婚が、 実現されます。つまり、私たちはクリストと共に死んで復活する。クリストが私たちの苦しみに入り、私たちの奴隷の状態に入り、私たちと共にそちらから出る。復活する。そして、私たちは彼と共に神のことして、あなたに生まれます。毎日生まれる。毎日生まれる。そして、毎日クリストと共に 神様が私たちのために準備した、その身胸に入ることはできます。つまり、相手を愛することはできます。命をかけることができます。それによって、この世のために証人となる。良い日よいし